ポルシェ597、ヤークトバーゲンは、ジープ、キューベルワーゲン、ランドローバーと同じ用途を目的に、ポルシェで設計された軍用の小型軍用車両である。597は、もともと第二次世界大戦後のドイツ連邦軍に採用されることを目指した試作車であったが、科学的な理由で DKW 文化が採用されたことで597は量産には至らなかった。 597のエンジンは、ポルシェ356から流用してきた空冷の水平対抗エンジンで、当時のフォルクスワーゲン車やポルシェ車のように、車体後部に搭載されていた。当初は排気量 1.5L であったが、後に拡大され合いモデルでは 1.6L となった。このエンジンの出力は約 37kW であったが、車両重量が 990kg しかなかったため、 最高速度は時速 100km 近くにまで達した。変速機は2輪、4輪駆動を切り替えシフト付けの5速 MT であった。2060mm という短いホイールベースの597は最大65%の途半能力を持っていた。597の試作車のボディはポルシェ自身のシュトゥットガルト車体製造部門で製作されたが、 後期型はカルマンで生産された。ドアのつかないシルブの高いモノコックボディは乗降するためには高い資料を乗り越えなければならなかったが、このボディ設計は浮き光性と水陸両用性を持たせることを意図していた。後期型のボディはドアとより勾配の強い全部フェンダーとボンネットを備えていた。ポルシェ597ヤークトバーゲンは ゴリアテ31と共に量産されることはなかった。597の場合、その理由は製造コストが高すぎたことと提示された、期間内に要求された台数を供給することが、ポルシェにとり困難なためであった。それに引き換え比較的単純な構造、低い製造コストとアウトウニオンの生産能力が、陸軍の要求に合致したことから、DKW ムンガが選定された。 合計71台のポルシェ597が1955年から1958年の間に製造され、そのうち49台は民間市場向けに販売された。この車の開発コストはおよそ1800万マルクに達した。1959年8月にポルシェは強化したシャーシの597のプラットフォームをもとに、 ホイールベースを 2400mm に延長して5種類のボディを搭載できるように改良系を量産する望みを持っていたが、最終的に計画はキャンセルされ、新型車が日の目を見ることはなかった。ありがとうございます。